はい、どうも芸人です。よろしくお願いします。ということで今回もバンティラッシュやっていきましょう。ということで、はい、今回はですねこちら鬼ヶ島打ち入りゾロ、こちらをですね皆さんは引きたいと思うし、もうね使ってるの見たらねかっこよすぎて多分引きたいと思うんですよ。はい、なんだけども、はい、皆さんこちらのまずはゾロの確定ダイヤ数がなんと3200個、えぐないっすか。インフレしすぎでしょマジで。ここで正直4周年終わってもいいよねって思うぐらいのダイヤの確定数になってくるんですが、はい、まだですね、まだ来る可能性が秘めてるんですよね。毎年必ず2月上旬に新調フェスが来るんですよ、この1月26日の後に。はい、なのでそのキャラクターが出た後で、判断するのがいいと思います。まあ特に最強キャラをやっぱり使っていきたいっていう方もいると思うし、やっぱりこんなねダイヤが3200個で確定じゃんっていう風になってくると、いやどれもこれも引けないわけですよ。はい、特に無課金者の方に関してで言うと、なので最強キャラをまあ、今回オリン、カイドウ、そしてエンマゾロで、また新しい誰か、これをしっかりと、見てからでも俺はいいと思います。もうなんでかっていうと、まあ、こちらのゾロで言うと2月28日までガチャあるし、そしてこちらのカイドウに関して言うと2月16日まであるので、いつも通り来る、毎年いつも通り来る2月頭のガチャに関して言うと、これ間に合っちゃうんですよね。なのでその3体、まあオリンは今回は、ちょっともう終わってしまったんですけども、復刻待ちになってしまうんだけども、カイドウ、ゾロ、そしてもう一体の何かしら、はい、これをですね、まあ、しっかりと見てから引くことができるので、まあ、それはですね、あの無課金者にとってはめちゃめちゃいいことだと思うので、はい、まあ、来なければ来なければでね、カイドウもしくはゾロで選択していくという感じになっていくと思います。なので、今ね焦って引く必要は俺はないかなというふうに思うので、まあゾロが大好きっていう方、まあ、めちゃくちゃいると思うんで、まあ、キャラ愛が、全ての方に関して言うと俺はもう全然引いちゃっても後悔しないキャラだと思います。はい、まあ、ただね、まあ、使い方がちょっと難しいし、はい、っていうところあるんで、まあ、キャラ特性をねしっかりと理解して、ゾロに関しては使っていきましょう。はい、まあ、なんで、悩んでる方はですね、ぜひともそちらを待って、その4体目の、来た場合ですね、4体目の評価を待って、全体のキャラランキングを待って、それが出た後に引いていきましょう。本当に、そうした方が俺マジでおすすめです。こんだけ天井がマジで膨れ上がるなんて思っていない。はい、まあてな感じで、ゾロの、引くタイミングはこんな感じかなというふうに思います。はい、まあてな感じで、まあ、今回のサブで来たいろんなものがすげえ優秀なんだよね。はい、まずはですねこちらのボスバトルのイベント、はい、こういったキャラクターたちがね、しっかりと交換していけるっていうものなので、まあここで言うなればね、サポートで優秀なオニルフィを交換していくのがまあ一番いいかなというふうに思います。で他でサポートで優秀なのがまずこちらですよね、トニートニーチョッパー、こちらがまあいいかなと。で赤で強くしたい人に関してで言うと、こちらですね、ニエスロビンに、なってきます。なのでここうまいこと分かれてますよね。緑だったらオニルフィ、青だったら、チョッパー、そして赤だったらロビンという感じで交換していきましょう。はい、そしてですね、まあね、あんまり、まあ、使うことはもう俺はなくなってしまったんですが、まあ、結構、まあ、1年ぐらいのやり込みぐらいだったら、こちらのドゾロもですね、はい、サポートとしてもしっかりと使えてくるキャラクターになるので、こちらいいかな、というふうに思います。まあ、こんな感じでね、これは交換してもらえたらいいと思います。はい、そしてこちらですね、フォースアニバーサリー。これ、ダイヤでやってる人はですね、なんとこちら。24% メダルの体力が来てると。これめちゃくちゃありがたいよね。俺はこれだけは取ろうと思います。はい。そして、こちらはですね、18% メダル。これも 18% メダルと。で、これも 18% メダルと。いや、かなりいいよね。で、ここはですね、14% メダルになってくるので、まあ、これだけでですね、ぶっちゃけ、まあ、2枚はね、最強のメダル作れてくると思うので、まあ、ぜひともこれ、ガチャした方はですね、忘れずに交換していってください。
はい、そしてですね、今回こちらのイベントメダルがなんとルフィが来ているということでですね、まあ非常にめちゃくちゃ期待したいんですが、どうでしょう。はい、こちら固有特性がですね、得意属性の敵に攻撃した時与えるダメージが 5%。 惜しい、本当に惜しい。もう普通のダメージアップでいいのにっていう風に思うんですが、まあこちらはね、特異属性に対してさらに火力アップしていくと。まあなんで、これね、ゾロに非常に合ってくると思うんだよね。まあやっぱゾロに関して言うとね、有利属性の敵にマッチすることをね、変えることができるからね、あの色をね。はい、なのでこれ非常にゾロに合ってくるメダルになってきます。でやっぱね、タグもしっかりと優秀なので、はい、こちらですね、ゾロを引いた方はもうめちゃくちゃこれ作りまくっちゃってください。はい、そしてですね、こちら、3時のメダルになってくるんですけども、体力が 50% 以下の時、スキル1のクールタイムを 10% 短縮していく。うん、まあゾロにね、これも合わせることは可能なんですが、やはりサポート、いや、サポートタグではない、普通のこのタグが弱すぎるという感じですね。なのでこれはちょっと使えてこないかなというふうに思います。ただまあこういう特性に関して言うとね、非常にゾロに合ってくるものになってくるので、まあいいかなというふうに思います。そしてですね、こちらイベントパス、皆さん今回は俺購入してほしいかなというふうに思います。なんとですね、報酬が2倍になっているので、こちらの星4のクリスタル、まあ結構皆さんない方いらっしゃると思うので、うん、これを購入していただいて、いつもは15個だったのが30個、そしてプレミアムの方だと25個が50個、そしてクリスタルの応募がですね、10個から20個という風にもらえてくるので、はい、これはですね、俺はぜひ買ってほしい。うん、で星4のクリスタルちょっとゲットしてほしいかなと、うん、個人的には思うので、ぜひとも皆さん検討してみてください。そして今回ボスバトルが参戦してきましたので、はい、こちらをですね、ぜひとも皆さんクリアして、先ほどの報酬をゲットするのと、あとはですね、ランキングを目指せる方、こちら今回攻撃力 18% メダルになっております。アタッカー用なので、今ゾロを引かれた方はですね、こちらのボスバトル非常にいいので、ぜひとも皆さんランキング入っちゃってください。はい、てな感じですね。まあ、今回、こちら、鬼ヶ島討ち入り、ゾロが来たことにより、まあ、新たにね、盛り上がってきたと思います。はい、そしてですね、ツイッターのフォロワー数が、あともう少しで70万人達成ということで、今日か明日には達成すると思いますので、さらなるダイヤの配布もあると思うので、ぜひともそこも楽しみにしていきましょう。はい、てなわけでですね、今回はこれで以上になります。皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。じゃあねー。